事な人を守るための、結果を後悔しないための強さが欲しいんです。聖域の神様に祈りを捧げていたんです。我々は神ではないからな。手の届く範囲は限られているということだけれど、それもきっと科学で説明できるものだと思うんです。みんなが笑って暮らせる世界にしたい。むやみに戦うことに意味はあるんでしょうか。これが運命だなんて。私も力いっぱい頑張るよ。何も恐れることはない。もっと強く、今よりも強くならねえと。もちろん助けに行くさ。もっと修行して強くなるっす。己の進む道を見失うでないぞ。みんながいないと心細かった。俺が今の日常が退屈だなんて思ったからこうなったんだ。悲しみが悲しみを生み出す負の連鎖はどこかで断ち切らなければ。悲しむ人を増やしちゃいけない。ここで全てを終わらせるんだ。君を